はい、皆さんこんにちは。今回は Python 入門の第15回目になります。今回は作ったコマンドをファイルに保存して使ってみようっていうのをやってみこ、見ようと思います。で、今までこうスクリプトエディターで一個一個コマンドを作ってたんですけど、こんな感じ でこれをスクリプトエディターでやっていくと、まあ今やってこう作ってる途中に、まあ、コマンドを実行すると、まあ、法文とかミスして、まあ、ずっと法文回しちゃうとか、まあ、処理が止まらないとかってなった時に、まあ、前は落とすんですけど、そうするとスクリプトエディターの内容って全部消えちゃうんですね。その、こう、前がフリーズして、まあ、クラッシュとかしたら落ちた時に、この内容は全て消えてしまうので、まあ、基本は他のファイルに保存して、テキストエディターとかで作っていくのがおすすめです。で、まあちょっと流れだけやっちゃいましょうかね。このセレクトジョインズっていうのは前回、ちっちゃくしてますね。前回作ったんですけど、これを外部ファイルに保存して、まあ Python のファイルに保存して使うっていうのをやってみようかなと思います。で、まず保存先なんですけど、まあこれは覚えなくていいんですけど、os.environマヤスクリプトパスっていうので、保存する場所が出ます。これでプリント i ってやると、どこに Python のスクリプトを保存すれば読み込みが可能な場所かっていうのを一覧がこれで出力できます。で、これ基本は覚えなくていいんですけど、覚えなくていいんですけど、まあ大体 Maya の場合は、Maya のバージョンのファイルの中にこのスクリプトとかあるので、この中に入れれば OK です。2020だったらこちら。で、さらに言うと、さらにというか、Maya全体にもこうスクリプトってあるのがあるんで、ここに入れます。で、今回私の場合はここに入れました。で、これノートパッドで開くと、どれだろう。そうか。で、ここのコマンドと、まあ、コメントは違いますけど、一緒のものが入ってます。で、こう、前足、インポート CMPS とか入っていて、で、これだけ重要なのは、この一番上のこれ、コーディング UTF-8。これも、まあ、今現状はそんな気にしなくていいんですけど、UTF-8 っていうのが入ってると、この日本語のコメントが使えるようになるって、現段階では覚えてもらえればいいなと思います。でこれがないと、日本語のコメントが使えないので、英語で記述する必要があるっていうところですね。で、これは私の場合、Maya のこのディレクトリのスクリプトに保存していくようにしました。で、この2019、2020の中のスクリプトを使わない理由は、結局共通のコードを使い回しにしたいんですね。例えばこのセレクトジョインズコマンドっていうのがこれに入れてますけど、例えばこの2つの同じスクリプトをこういちいち入れて、2019ではこれを使おうとか、2020では こっちを使おうとかやらなきゃダメになっちゃうので、で基本はこう2019でも2020でも使えるスクリプトを作っていくっていうのを私個人はお勧めしています。やっぱ二重管理とかになっちゃっていくので、スクリプトがどんどんだったら2020で使えるものを2019にも使えるようにしたりとか、まあ、複数バージョンを使うっていうのはやっぱいろいろ開発をしてると していくとまあよくあることなので、だいたいその3バージョンぐらいはサポートできるように、まあ、コードを、設計していくっていうのがいいと思います。はい。で、これが入ってます、ここに。まあ、後でいいか。まあ、セーブして。で、読み込みの方法は、ちょっと一回全部消しちゃいますね。さっき作ったファイル名、これ mycommands をインポート、cmds で実行
で、エラーがなければ OK で、コマンズの、で、最初に指定して、その中のコマンドを使いたいっていうところで、この中にこのコマンドが入っているので、ドット、これで OK です。で、今回このツイークコントロール以下にこのジョイントだけ選択、まあ、手でやるとこう本当大変ですよね。こうやってどんどん選択していくので一番上を選択して実行ってやると、あ、今ホリクルになっちゃってますね。さっきテストしてたんで、で今これジョイントなんですけど、さっきあのテストして中を書き換えたんですよ、こうホリクルって。で、このままセーブしても、例えば、そうか。セーブしても、例えばメッシュにしようかな。メッシュにしよう。セーブして、また実行しても、更新されないんですね。で、それ更新するには、まずじゃあ、ジョイントで、ここでコントロール S でセーブします。で、セーブしたら、リロード、この、これ。で、実行すると、リロードされます。更新されます。さっきセーブしたのが。で、また実行すると、ジョイントが選べるようになるっていうところですね。で、あとは、コマンドを増やしてみましょうか。テスト、プリント。で、プリント。テキスト付きにしようかな。で、テキスト、テキスト、プラス、テスト、テスト、プリント、コマンド、リターン。うん。で、セーブして、またリロードしましょう。で、アイコマンズ、テスト、プリント、で、こう、コマンドも増やせました。で、こんな感じで、どんどんもう、お気に入りのコマンドを増やしてって、自分の関数群を増やしていくっていうのが、一連の流れかなっていうところになります。はい。今回はちょっとこういう、まあ、ちょっと地味な回にはなったんですけど、基本はこのスクリプトエディター上では、もう長いコードは書かないっていうのが鉄則になります。まあ、やっぱ落ちることが多いんで、特にスクリプトとかこういう作業をしてるときって結構頻繁に落ちたりします。トリッキーなことやったりとか、GUI 作るときとかはでも結構、落ちたりするので、まあなんかテキストエディターとか使ってやっていくのが良いと思います。おすすめはやっぱあのビジュアルスタジオコードですね。無料ですし、まあ機能も豊富なので、まあぜひ使いながらやってみてほしいです。はい、今回は、インポートを使って、まあ、Python ファイルに保存した関数を読み込んでみようっていうところでした。はい、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。